はい、皆さんこんにちは、浦田です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在宅確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。この企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、ユナイテッドカトラリー M45 ラバープレートタクチカルトマホーク、硬質ラバーのダミーブレード。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。はい、サイズですけれども、全長が約375ミリ、まあ高さっていうか、この一番出っ張ってるところが190ミリ、この辺の厚み、まあ、グリップの部分の、ね、厚みが 24mm となっております。で、重量は 212g で、主な素材はブレード部分が硬質ラバー、グリップの方は樹脂で、あとシースはナイロン製でね、付属しております。で、この付属品はモール用のナイロン製シーツとなっておりまして、どうやってつけるかというと、このように、外していただいて、よいしょ、これだけ、これでモールにつけてもらうと。いや、でもちょっと抜けるね、これはね。こうつけとけばいいのか。こうつけとけば、まあ抜けない。上からこう抜くのか。こう抜けばいいんだね。はい。で、本来は特殊部隊の強襲白兵専用とかね、ブリーチング用なんですが、まあこの商品は硬質ラバーで構成されていますので、まあコスチュームプレイ商品となっております。まあただね、結構、どうだろう。まあ、実際にこうね、建物をこう壊すとかブリーチングするみたいな時にこれでやっても、まあ、こっちがダメになっちゃうんで、でも人はね、これ当てると痛いと思う、これ。あ、結構ドスってくるよ、これ。なんだろう、かっけ検査みたいな、こうそのぐらいの感じかな。でね、結構ね、この辺もなんか、まあ、六角のこうビスみたいなのがね、埋まってて、多分これ埋まってるだけで特に関係ないんですけど、まあよくできてるよね。見た目的にはね、まあもちろんね、この誤解を招くようなね、使い方とか持ち歩きはしてほしくないんですが、まあコスプレ用としてね、こういうラバーであれば、まあ問題なくね、持ち運びもできるかなと思います。まああとはね、マチェットの時にも言ったんですけど、ちょっとこう、孫の手的にこうね、書いてみるとか、これ肩こりは、あ、いけますね、これね。これはね、肩をこう、叩くあのゴルフボールみたいについたやつ。あれと同じ感じで、でもこれやってて、こうこっち側でなんか自分の耳とシッとかやっても痛そうだけどね。まあ皆さん、それはね、自己責任で使っていただければと思います。まあとは言ってもですね、やっぱサバイバルゲームとか、まあコスプレ用品としてね、いいのではないかなと思います。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのはユナイテッドカトラリー M48 ラバーブレードタクチカルトマホーク。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。